ゆく年来る年、いろいろありまして2023年、そして夢に満ち溢れてます2024年。撮ってるのがですね12月の末ということでございまして、2023年もありがとうございました。そして2024年もよろしくお願いします。しんのすけチャンネル新内は今回大都議検証ルームに来ました。1月9日導入予定、吉宗ライジングでございます。ねえ、なんか家に帰ってきた感覚ですよ。似合うでしょ、僕と吉宗。吉宗の幼名しんのすけって言うんですよ、幼い時の元服するまでのあれね。さあ、打ってきますけれどもね、新筐体でもないのかな、まあ新筐体ライクですよね。周りの感じはゴテゴテと。そしてポイントここですね、これ八代将軍ランプの真ん中にある家紋に吹き出し口がついてます。こちら、はい、風量調整というね、まあ音量調整と風量調整っていうのがついてて、暴れんつつ大砲の方を書いて、暴れん坊モードってめっちゃ風の出るモードがあるみたいなんで、ちょっと最初ボーから行こうか。ボーから行く。うん、ボーだね。よし、これで行きましょうね。行きましょう。絵柄も一緒ですね。あの基本は姫狙えば OK です。姫狙えばね、これね、もうこの配列とかもうまさに吉宗ですよね。タワラリプレイ姫、はい。でもし松が来た場合は、お金のとこあるんだよ。姫を目安に、あ、松くっついてますんで。で、新しい吉宗、吉宗ライジングですけれども、目標、最大の目標は吉宗ライジング、機種名にもなってるライジング、ブルマイライジングと呼ばれる、うん、特化ゾーン、こちらをゴールとして捉えてください。ライジングをちょっと目指すんだよってことを覚えておいてください。ゲームの流れはレア役による解除、あとは規定ゲーム数消化によるゲーム数による解除、レア解除とゲーム数解除が当たり方の日本柱になってます。で、まあ吉宗といえば、まあ、初代吉宗打ってる人にしか通じない話かもしれませんけれども、まず193の天国っていうのがありましたが、今回の吉宗は10の位が5、50というよりは、まあここバンって出たと思いますけど、150、250っていうゲーム数が規定ゲーム数になってるようです。はい、なってるようです。で、まあおそらく今までの吉宗を考えると、そのゲーム数を管理してる内部モードみたいのはあるとは思うんですけれども、はい、61ゲームで、忍者通過からの奥型でしたね。あるとは、おっと、今お風呂敷と多分レイアク対応の風呂敷、うん、これは全長いったべな、61から、はい、こ後期はこれはもう全長だね。はい、というふうに、まあ、前兆に入ると、お、まあ、吉宗の功績っていうのは、パチスロで初めて前兆演出っていうものを採用した機種ではあるんですよ。それこそ15、6年前の初代吉宗は高確率っていう、要は障子を閉めて、ドキドキワクワクさせてのからの711枚のビッグを出すっていうゲーム性、まあ業界初に近しい感じだったんですよね。それを認識させたのがね、それ以前前兆自体はあったんだけど、で降格イコール前兆です、当たりの前兆です。はい、あ、だいぶ進化したね。走っちゃう。で、まあまあ初代吉宗であったりだと、例えばレバーオンで何かが落ちてくるのか、レバーオンで誰かが通過するのか、それともリール停止に合わせてこう通過するのか、あったよね、第2停止のさ、
風呂敷なんかとか暑かったですよね。その辺が果たして継承されてるかどうか不明ですけれども、まあその辺に思いを馳せながら打っていくのが正しいんじゃないかな。うん、でここで人影からイアンかイアンなのか、イアン来ました。おお、はい、ということで対決演出とタメを張るぐらいにちょっと弱い飲み比べ演出ですね。ってことはこれありますね、飲み比べがあって対決があって剣豪演出があってでもって追っかけ演出があるとねえ、はい。でもジート吉宗の顔に注目。で前兆認識してから19ゲーム目、はい、白目向きましたよ。おい、よっしゃ。で一応10の位が5、50ゲームから今80ゲームなんで30ゲームなんで、ひょっとしたら50ゲームで規定ゲーム数があったのかもしれません。はい、いずれにせよ当たりと。でこれ当たった場合は爆走大盤振る舞いの AT もしくは将軍ボーナスのいわゆるバケですね、どちらかいきます。はい、ここら注目。はい、で直近の吉宗を思い出してもらえば分かると思うんですけれども、まあ7揃いで AT 大盤振る舞い爆走版ブルマイで7揃い以外で将軍ボーナスだと思うんですが、ボーナス揃える時って今までの吉宗そん時のガチフラグでしたよね。ええ、でどっち引くかだと思うんですよ。ん、リール振動してるんでこれ疑似遊戯ですね。だから変なとこ狙ってもこれいいと思う、はい、でこれが将軍ボーナス、要は外れの方だね、言ってみたら。はい、で、継続ゲーム数が10ゲーム純増、1ゲームあたり純増4枚と、ってことは40枚ぐらい出るってこっちゃかな。はい、で中ファースト右ファーストは13枚俵ですね。はい、で左ファーストは上段だと6枚。おい、で将軍ボーナス終了後は必ず高確率前兆に行くとのことです。ただここ絶対覚えとかなくちゃいけないの、はい、将軍ボーナスではゲーム数がリセットされません。 AT 間で1200ゲームに天井があるんですけれども、例えば皆さんホールで打つ時のホールデータに反映されないところとかもあると思うんで、しっかりこれ見とかないとダメですよね。逆に反映されちゃって AT 間でハマってるのにハマってないようなデータ表示器になっちゃう場合があると思いますんで、そこをしっかりチェックしてください。おい、今日一のカモンアタック。え、あ、小中どっち。まあ、対決演出、またの悪者成敗演出、いろんな言い方あるんですけど、まあ要は誰チューターがいいよね。はい、あー懐かしい。うん、これデカ太郎だとなんか資産あんのかな。はい、縦切りだから一番弱いですね僕の記憶だと。はい、当然ここ第3クロスがいいよね。あー横だ、あこれはきつい。で16ゲームで降格からの連続演出終わり。なるほどなるほどなるほど。でちょっと紹介前後しましたけれども、打ってる台、この台の設定はショールームの設定6でございます。はい、
おっと、これはあからさまに冷薬だろう。はい、で右リールリプレイが中断止まった場合はジャックチェリー、これジャックチェリーですね。止まんなかった場合は強チェリーという感じです。でこれジャックチェリーはジャックチェリーで内部的に、レイク解除の抽選が行われるんですけれども、それ以外にレイク引いた時っていうのは同行者の抽選っていうのを行われます。まあちょっと新しい言葉なんですけれども、要は降格、降格率、レイク解除の降格率状態への移行抽選が行われる。でそれに当選した時に誰かしらが出てくるっていう認識でいいと思います。お、姫、ああ。で、姫同行チェリーでの解除高確率状態です。はい、だからここで例えば強チェリーとか引いたら激アツなわけよ。うん、ああなるほどね、ここのランプつくんですね。要は同行者、姫降格って言いやすいのかな、姫同行って言うべきなんだけど、まだ導入前なんで。やべ、ちょっと吉宗打ってるわ。はい、最初のチャンス目から次6ゲーム目、これ新しい新エースですね。うまいね、 G。あ、なるほど。で、あ、終わり。終わり？終わってないぜ。この辺は同じですね。一回演出発展させて失敗させておきながらの前兆継続パティーン。いいね、いい煽りだこれ。で、チャンス目引いてから12ゲーム目で高確率。これくの一いた方がいいから、あ、惜しい。まあいるかどうか知らんのだけどね。まあ今までの流れで話してるんで。おい待って、今第2じゃなかった、第2じゃなかった。あー惜しい。おー待って、ちょ、目押し遅い。表に出る。でまあ数ある連続演出の中で最も期待の高いのはこの剣豪演出でしたよね。あー最高ですね。雑魚たちの 0% に何ゲームでするのかっていう、コースね、あーいいっすね、いいっすね。でここで 0-0 になったら熱いよね。はい、であれば3ゲーム続いた方がいいよね。いや僕の記憶で言ってるからね今。いい、ここで 0-0 になるよりはもう1回残った方がいい、この場合は。あーあかんね、あかんね。うん、はい、複雑だなぁ。俺的には負けるかコラのパキンが聞きたかったっていう。まあそれはホールでやればいいんじゃないかな。いいね、だいぶいいね、だいぶいいよ今。ま、全然当たってないけどだいぶいいよ、すでにいいんだけど。さあでこれ将軍ボーナスかな。はい、これ結構ハードル高そうだぞ。うん、ここねちょっとね、まあ個人的な感想を言うとアップテンポいらなかったね。てっ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 て、あの残念な方を聞かせてほしかったね。うん、おわ、ねえ、おわ、
なんでダメじゃん、これダメじゃんね。あー弱者。まあ一つ分かったことありますね。将軍ボーナス中に弱チェリーでしたけど、レアコ引いたら演出が後期じゃって言いながらビックリマークナビが出ましたね。ってことはこれ、さては将軍ボーナス中のレアコで何かありそうですね。強チェチャンス目だったらあっちんじゃねえか、少しはな。あ行くぞー。あーやっぱね、サスケはクロスじゃないときついよね。で今将軍ボーナス2発引いてダメだったんですけれども、一応将軍ボーナス4回やってスルーしてしまった場合、5回目でどうやら AT 当選するみたいですね。こう姫の音が今あ G なんだ。はあ、201ゲームだね。はい、今 G がね3回煽って同行してくれましたけれども、一応同行者の抽選、まあ専門的に言うと霊薬解除の高確率状態の抽選は100ゲームごとにちょっと熱いみたいです。はい、なんで今のは200ゲームでどうやら G 同行当選したんじゃないかなって予想できますね。はい、でこの間は待つでありチャンス目でありが熱いです。はい、最高だな。あれよ、黒死ねえんだ。あー横でも勝っちゃう。あー無事、これ無事いな。イエスアイドゥ、イエスアイドゥ。あーでもね、ちょっとまあ将軍ボーナス4発食らいましたけれども、打感としてはちゃんと吉宗してますね。はい、このマックスベッドからレバーからの煽りが来ての忍者ストップオンね。うん、あーちゃんとだ、安心しましたね。であとはその AT のゲーム性どんなもんなのかっていう、でまあ新しい吉宗出る都度ね、言われる方いらっしゃるかと思うんですけれども、割とその吉宗はじめ大都議権が出す AT 機であったりパチスロの多くって、ナンバリング、例えば吉宗初代吉宗234って出てたたんびに真新しいゲーム性に刷新されていくっていうのがもうデフォルトでございますんでね。こんなの吉宗じゃねえみたいなことをねよく言われるんですよ。全然違いますから。もうそれね20年前にそれ終わってますんで、僕の中で初代吉宗から次番長出た瞬間にもう全然違うって思うわけですよ、ね、そうやってね歴史は繰り返されますんでね、この新しい吉宗のゲーム性を楽しんでいこうじゃありませんかという感じです。ということで終わります。ほんと当たんねえな。あ待つ、待つは弱いね。待って、これG 同行抽選パスしてたら2人同行状態になるな。おっと待ってください、夕方に行きましたね。どういうことでしょう。さあこのステージは、おっ待ち焦がれた姫路ダブル同行状態。これはもうね、全ての霊薬でチャンスです、うん、おっとだいぶダイナマイトでしたね。
お、しかもこれ全長中？熱い。なるほど。全長中もその辺の状態抽選を反映してくるスタイルね。なるほど。さあこれは打ち込みがいがありそうですね。通常時からこれだけ喋れるっていうのはいいですよ。これいいわ。あ、いいわ。今度の吉宗も俺は好きだ。ああ。ああ。今度の吉宗も好きだ、俺。ああ。さあ、これはいいね。もうさ、吉宗は言うてほらデビューからずっと見てきたわけよ。もう子供みたいなとこあるから俺の。はい、で降格、まあ姫同行ジャックチェリーから、24ゲーム目です。ゼロ、これゾロ目になったら熱いとかありましたよね。おい3ゲーム目までいった、熱いっすよ。さあ、カイパンジーとか降りて、あ、まあ、意外とあっさりだな、これね。はい、おそらく姫同行ジャックシェリーからのチェリー解除で良さそうです。で、もう4回将軍ボーナスやってますんで、仮にここ将軍ボーナスだったとしてもしっかり AT は入ると思います。はい、あ、やっと来たよ。で、これでちょっと刷新されたね、揃った時の音がね。1ゲームあたり純増4枚爆走音符音ブラマイ AT 3枚数管理型の AT となります。いきますよ。はい、でまあ、左上に枚数出るんですけども、3枚数管理、表示見ても分かる通りですね、100両、要は基本100枚になります。100枚で、この100枚の AT を消化していく中で、ここリール幕左のこちらライジングチャレンジまで1000分のない、このライジングを入れるための機種名にもなってるライジングに入れるためのポイントを AT 中貯めていくっていうイメージ。はい、でこの爆走バンブル枚自体は100枚消化し終わった後、枚数消化し終わった後、八大将軍チャレンジっていう乾燥型 ST 風味の15ゲーム間の7ぞろいチャレンジみたいのがあるんですよ。でそこが 80% で成功します。だからまあ実質 80% ループと。で大体この100枚の塊を 80% でループさせていく中で、ライジングチャレンジこのポイントを貯めていって、1000ポイント貯めた時にまた 80% 通すと、いよいよこの機種名にもなってる爆走大盤ブルマイ、ブルマイライジングというのに入ります。これを目指していく。オーケー、あー弱者10ポイント鼻水出ちゃった。これちょ10ポイント鼻水出ちゃったんですけども、まあこれも致し方なしなんですよ。これ通常値と一緒、どういうことか分かりますね。レークを引くとチェリーであれば姫、松チャンス目であれば Z の同行抽選が行われると。で同行してるとより一層ポイントがたまりやすくなるんで、
おチェリーいるぜ。これで役だろう。よし、ああ弱者か。ああ10ポイント、はい。で次回八大将軍チャレンジと、15ゲーム間の感想型 ST 風味、要は15ゲームは必ず消化して7揃いを成功させることができればもう一回爆走バンブルマイ復帰で、1回揃えた場合一応乾燥型なんで15ゲーム消化できるんですけども、2回目以降はなかなかちょっと揃いにくくなってるようですね。だから揃えば2個以上なんで熱いっすよね。はい、さあ行きましょう。闇取り、はい、来ました。ここで打ち手の任意で選べる3種類のゲーム性、吉宗チャンス告知、 G 完全告知、姫完全後告知と。まあやっぱみんな G 選びたいんでしょ。ただ俺はやっぱ吉宗なんで、吉宗から。お前何してんだよ。いいけど、はい、あーいいね、最高じゃないですか。当然これキーンってなれば OK なんだけど、ここでね演出を選べるって話。あ、見た今ここの振る舞いボタンを押していくよ。はい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 、わかる？周りがここに今八大将軍ランプあるのわかるね。はい、でかくなりました。はい、大変です。これちょっとあの南国風だよね、南国風。ここにねくのいちがいる。これだよな、やっぱな、俺はバランス取って。だって 80% つくんでしょ。だって15ゲームか、簡単じゃん。うぅ、あっち、おい、ちょっと口開くよね。おし、レバーを押した瞬間かな。愛してるぜー、レバーを押した瞬間だった。ああ、まさに初代を継承してる。レバーを押した先光りなのよ、光った、あーキーみたいな。ふぅー、あっちこれ、ふぅー、あーべ、これダブルで2つ、なるほど。うん、おお、ちゃんとヘルメットかぶってたんだな、お前な。で、まあ一応100枚の3枚数取ってからのもう一回 80% 取っての大盤振る舞い、爆走大盤振る舞いっていう、まあ、基本は100枚の塊を 80% でループさせてって、させていく中でライジングに行くための1000ポイントを貯めて、貯まったところでもう一回 80% させて、いよいよ特化ゾーンっていう、そこで跳ねるっていうイメージ、こういうデザインのイメージですよね。徐々に出してってパーンみたいな。いい、なるほどですね、いいんじゃないですか、最高。五分を。よし、これレア役だろう。オッケー。やった、着手する。ただそうそう、通常時同様 AT 中もそう、姫ですよ、姫同行した方がいいんで。オッケー、いいね、あーいいね、ピンクなんだね、いいね、なるほど。これはもう吉宗で、オッケー、なるほど。
ほほい、富士様だってな、阿波様だってな。あ、ちょっと高いね声ね。不安になるねこれ。ああ、やっぱ強いカットにあんじゃん。だこれ出てくんないと、ちょこれ G 一択かもしんない。うん、怖い。これだってさ、強い方のカットに出なかった時の喪失感やばいぜ。これ揃わなかったりすんの。ああ、風すごい。ああ、でも風か、風か。あー、風を考えると、うん、あ、待って、今すごいことに気づいちゃったんだけど、7ゾルした後の俵ポイント増えた、そこでバケチューの音楽が流れんだ。これ見たことない画面ですよね。で、まあ動作あるんでしょうね。あ、これチャンス目だね、チャンス目だね。初めて強霊役聞きました。ワイルドに行くぜ、はい、あー、霊役だったんだ。だからチャンス目引いてるからね。お、いいよ、煽ってるよ。これ G の煽りじゃないね。え、終わんない終わんない。あ、なるほどね。この辺は数あるスマソロ継承してますね。規定枚数消化したはずなのに終わらないっていう、うん、暴れん坊効果、これポイントの高確率状態ですね。はい、おお、引きすぎやろ。5ゲーム間で、で50人で50ポイント増えました。え、これ何、子役引かなきゃダメじゃん。もしくはナビか。あ、ま、待って、どういうこと。はい、こちら情報入ってきました。暴れん坊降格中のリール上に出現したキャラですね。これによってそのポイント示唆をしていると。ここから大事、とにかく推し順ナビかレア役を引くことでポイントを乗せていくっていう仕様みたいです。はい、なんで次のゲーム何せ子役ですよね。バーカ、もう俺バーカですよ今のだと。これだとね、だからポイントないわけよ。で今だったらちょ展開早いなおい。あ、で馬が一番強いらしい。だから次のゲーム左ナビ、むっち、これむっち終わんだね。皆さんホールでこういうことがないようにしっかり情報入れた後に意味を理解した上で熱くってください、ね、うん、ちょ、 G もう一回や、 G もう一回やりたい、 G もう一回やりたい。いや、またね、音響がいいね。うん、こんなもん G だよ、こんなもん G だって。どうやったって G だよ。しかも今赤かったけど、これダブルとかで揃うんじゃないの。 あんなことね、あんなこと。最高もうこれや、これ聞きたいがために打つまであるわ。うん、ちょっとずるいね、この高確率金はずるい。うん、あー、これやんないといけないやつなんで、これや、今ナチュラルレバー入ってたね。
いやー、やっぱねこれやんなきゃいけないやつなんでね。これさ、変則したらどうなんだろう。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。で、この後おみくじルーレット。ああ、はいはい、オッケーオッケー、うん、これやばそうじゃないですか。大丈夫ですか。やばいんじゃないか、これ。おお、いや、もうこれはね、ちょっとドキドキ考えたら結論 G 一択になっちゃうかもしんない。いや、すごいよくできてんだけど緊張しすぎるわ。 80% 外したくないじゃん。だってであるならもうならなかったでもうがっかりしたい。まあ僕個人の感想ですよ、これはね。皆さんが選ぶのは何でもいいと思うんですけど、いや、これは緊張するわ。おお、はい、1000ポイント超えましたってなったら、爆走大盤振る舞いが終わった後の将軍チャレンジを通すことで特化ゾーンの権利発生という感じになりますね。こんなん G っしょね。で、アレンジでしょ、演出アレンジ。ちょ、これやってみたいの。このピエロ風ですよね、リュウコ。まあタイガー&ドラゴン告知だよね。いくぜ。これ中見えんのかな。あっち、あっち。あ、待って、自信ないんだけど。おお、ビビったビビった。おあちゃん、はあ、はあ、おお、ビビった。あ、やばい、これやばい。あー、ついたついた。第三天使語ついた。いや、これは熱いわ。いろいろ楽しめちゃうってことでしょ。ねえ、やばいね、これ。うん、このチャンスって書いてあった、うん、で、あ、ここに来るブルマイ商店、まあいわゆるライジングです。で、これでマイスワノスの特化ゾーン。どうなんの？なんか音がもう違うんだが。あ、で、ここで煽って煽ってバーンだ。あー、なるほど。あー、なるほど、なるほど。あ、すっごい。で、これが、あ、吉宗ライジング打つ上での目標ですよね。目指すべき目標がこちらになってます。さあ、ということで、これブルマイ商店と書いてブルマイライジング、まあ、ライジングだけで通用すると思うんですけれども、これが吉宗ライジングの目指すべきところです。で、ちょっとゲーム性はですね、3ゲーム間基本継続。はい、準備中。はい、で、ちび目出たら長押しでモードチェンジできて、要は演出のチェンジですよね。で、あの初代吉宗で一世を風靡したゴルジーこと
スナイパー G ですわ、っていうのも選べる。まあちょっと最初なんでね、基本モードでいきたいと思います。で3ゲーム間続いて、その間 62% の押し順ベル含む子役引けば枚数は乗せ、62%って話ですから、それを引ける割合は。だからここからはもう引けですよね。3ゲームしかないから。いくよ、62%。 でもう押し順ナビに見えて、これ実は132枚上乗せ、はい、で要は第3左っていう押し順を持ってこれれば300枚乗せってこと。どうやら均等振り分けになってるようなので、ほんと引きですよね。232枚で、あと2ゲーム。やばい、なるほど。まあ大体3ゲームともやれば、まあここも均等と考えれば1、2、3じゃん。ってことは600枚ぐらい乗せれるってことかな、イメージとしてはね。62番の引きがしっかりしてる人だったら。なるほどですね、簡単ですねこれね。あ、出ない出ない出ない、強っ。で477枚のセットで勝てて、加えてこのまんまいつもだったら100枚とか5倍できるわけよ約。ってことはポイントもたまりやすくなるしっていうことよ。要はターボブーストがかかるイメージ。うん、なるほどね。はい、ということでございまして、無事ライジングにも入れられて、とにかくライジングですね、ライジングを目標にこれ頑張りましょうよ、はい。でまあそれ以外にも18の本前町で発生する鷹狩り、もう吉目でといえば鷹狩りですから。でなんかちょっと先出し情報といたしましては、鷹狩り中の強烈エークは金高確定、金高確定っていう話なんで、鷹狩り引いたらもう強烈役を持ってくるレバーをイメージしながらですね、まあとりあえずともあれちょっと楽しめそうです、よかったです。はい、ということでとりあえず2024年の頭は吉野家ライジングでヒートアップしていきたいと思いますんで、皆さんも一緒に打ちましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。